吉田智発見動画チャンネル吉田智です。今日は吉田智が神宮球場に来ております。水谷さん、この試合を見たのですが、総合工科高校との対戦です。水谷さん、この圧倒的に有利というふうに、見られておりましたが、この総合高校前線をしておりまして、2対2で、進んできましたが、今さっき8回の裏に水谷さん、が1点を加点して、今9回の表の攻撃、総合高校の9回の表になっております。現在このランナーが内野安打で、それをバントで二塁に送りまして、このツーアウト二塁で3番バッター、初球ピンチヒッターが出まして、栗山君が出てきたところです。ワンボールツーストライクです。今日は先発のかなり君が不調でありまして、繋いできて、現在のエースの桜井君が4回か5回あたりから投げているところです。あ、振り逃げ、です。あ、走りました。あ、ランナーが進塁しまして、そしてバッターボックスのランナーは一塁です。9回の表、ツーアウトですが、一三塁となっております。ちょっと今日はピッチングに桜井君がこうした投球が多いところです。4番バッターですね、総合高校4番バッターが出てきました。石川君です。9回の表、非常にこう緊迫した状況になっております。断然日大三高有利というような、この下馬評の中での試合でしたが、この試合が進んでおりますが、総合高校非常に健闘しておりまして、日大三高にしぶとく食い下がってきており、点数としては最初に先行してきたわけであります。そして8回の裏に日大三高が加点しまして3対2、そして9回の表の攻撃です。総合工科高校ツーアウトで一三塁となっております。ワンストライクワンボール。2ボール1ストライク。今一つこの最後のずっとピッチャーを続けております桜井君が今一つあります。よし、2ストライク、2ボール2ストライクです。さあ、いよいよ大詰めです。しかしランナーが1、3塁です。神宮球場、強い日差しの中で試合が行っております。どうもパスボールが多いところです。さあ、いよいよ大詰めです。3ボール2ストライク、そして2アウトです。点差は3対2です。ピッチャーは総合高校4番の石川君です。現在今日の試合ウィークデーということもありまして、大勢は入っておりません。最初に朝の時間帯早稲田実業がありまして、早稲田実業が勝ち上がったところです。午後はこの日大三高の試合です。来ました、ショート、そしてファーストにアウト。日大三高辛くも勝利をしたというような結果でありました。非常に総合高校前線をしました。今選手が列を並ぶところです。参考どうもお疲れ様でした。どうも、じゃあ次の試合また見れればいいですけど、ありがとうございます。お疲れ様でした。挨拶をして、今日の試合が終わります。一体参考のスタンドです。
三沢さんこう苦しい中でようやく勝利を収めました。ある意味でこうした反省を持ってこの今後の試合も臨んでもらいたいと思います。失礼します。